車で行けるんでしょうかね。これは狭い参道だ。ちょっとね、もう入ったからにはこっから出なくちゃならないんでしょうね。まあ入ったな。はい、こちらにもね、このような旧地名は旧陣白川、まあ現在は総社町です。現在地はここですよ。熊谷稲荷と読みます。周りにはね、まあ、総社城址、まあ、遠見山古墳、まあ、淡島の神明宮、総体道祖神、天明の供養塔、天狗岩用水、まあ錦戸跡、ここだね。熊谷稲荷、まあこういった階段登ってきますよ。こちらにはね、説明板があります。熊谷稲荷神社、祭神は宇賀の御霊の神、農業神である。社殿は元禄9年1696年、高岩寺東北の紅葉山の比叡神社を移築したものと言われ、近世初期の建造物で桃山時代の様式を持つ大建造である。神社の由緒は、まあ、寛永10年1633年、総社城主秋元康智公が公主谷村城山梨県都留市へ転封後、高崎城主安藤重長の領主となり、五千石が三男、出雲の神、信富の治療地に与えられた。信富は総社町に陣屋を構え、高田弥平太代官、まあ、御家老に支配させた。重蔵、殿様無人、県民の豪遊、不銭などの調達に、まあ、農民が困窮。領内28年の代表は陣屋へ、提言を陳情したが取り上げられず、ついに江戸元へ、まあ、直訴、直訴、お裾に及んだ。神保一兵衛、川島名主氏ら10名は熊谷稲荷に参集し、加護を祈り、地頭信富や表情書で、弥平太の悪政を訴えた。四代、秋元高友、元老中の援護により、勝訴となった。宝永6年1709年8月のことである。明暦3年1657年より宝永6年までの53年間の農民の難儀を救ったのは、ひとえに熊谷稲荷の加護によるとして、古文神を勘定し熊谷稲荷と称したと伝えられている。ああ、このような言われがあるんですね。高友さん、まあ良かったですね。まあ、勝訴になりました。一般的にはね、まあ、直訴、オスはね、まあ、代表者次第ですからね。あはあ。まあ、こういった石がね、並んでるんですよ。まあ、表面にはね、まあ、更新の文字です。社はそちらですよ。
あ、すごく整然と並んでますね。おお、これは少し珍しいですね。まあきっとね、境内にはね、親孝心あると思います。おお、そちらにもありますよ。じゃあね、行ってみましょうね。こちらがね、まあ、境内内の庚申塔です。おお。まあ、正面金剛をね。こちらね、元文5年かな、庚申正面金剛、まあ、このようにあります。うん、こういったね、こちらはもみの木かな。こちらがね、まあ、熊谷稲荷神社、まあ、社の正面、こういった感じね。まあ、名前のね、まあ、絵馬がありますね。まあこのね、まあ、細王子なんですけど、まあ猿田彦狼でしょうね。まあ狩野猿の日にね、まあ集まりますから。どうやら親孝心はこれでしょうね。はい、昭和2年、衣笠大神です。まあ養蚕信仰ですね。こちらは水天宮。おお、記念名うっすらとね、昭和2年、まあ衣笠狼と一緒でしたね。こちらは輪郭からして、まあ、周りのね、小石物、まあ、薬師如来像かな。まあ、こちらにもね、まあ、稲荷明神、稲荷神社です。はい、庚申塔。はい、こちらはね、落ち着いてみるまでもなく、猿田彦狼です。まあ、王の部分まで出てね、外に出てますけど、まあ、猿田彦狼で間違いないです。
あー、びっくりした。うん。まあ、こういったね、熊谷川や稲荷神社からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。